よろしくお願いします。お願いします。行きます。はい。JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、サテライトスタジオより生放送でお送りしてます。またこの放送はユーストリームでも同時生配信してますので、ユーストリーム内でドリームキングダムと検索してもらうと、この空間が映像となってご覧いただけます。そちらの方でもぜひお楽しみください。では行きます。皆さんこんばんはって誰も返事がないんですよ。こんばんは。はい、ですね、実はミヤさんが、はい、渋滞にはまって、はい、全然間に合わないって言ってます。なんか今日透明がね、なんか事故なのか分かんないですけど、えらい渋滞してるみたいです ね、はい、皆さんもこれ車とかでもし聞いたらですね、隣にミヤさんが走ってるかもしれないですけど、ね、そうですね、暑いんでもうね、もう気長にゆっくりね走った方がいいですよね。そうですね、はい、はい、ということで、あの社長の小泉さんが今日は、はい、助っ人として、社長というかね、王子ですけどね。王子すごい本名でびっくりしましたけど、すいません。大丈夫だ、動揺してませんか、竹彦さんね。王子が今日は頼みますよ、頼みますよ。王子が今日は、はい、あの手伝っていただける。そうですね、はい、はい、ということでですね、まあもう1ヶ月、この1ヶ月で随分もう梅雨も終わっちゃって、はい、もう真夏に急になってですね、なんか急にね暑くなって、もう今週入ってから大変ですよね、この天気の激動さ、やばいですよね。もうこのだいぶとろけてきてますね。そうもう私なんかもうね、年齢的に結構やばいんで、もうなんかもう外行くと必ず帽子かぶんないと ね危ないなと思ってね。本当あの皆さん熱中症とか本当気をつけてくださいよ。本当にもう寝ててもなるっていう、もうこれあの老人だけの話かと思ってたらそうでもないみたいですね。本当あの暑さには気をつけましょう。はい、まあとりあえず1曲いっちゃいますかね。そうです ね皆さんもね、多分ね渋滞の中ね、うん、聞いてるんじゃないかな皆さん ね聞いてると思います。今頃もう冷や汗を流しながら聞いてると思いますね。まあそんな暑い夜に熱い曲を1曲お送りしましょう。アトムでライトナウです。これは全部流しますから、どうしますか。まあ、全部じゃなくても、じゃあどっかのタイミングで、そうですね、多分電話つながった段階で、はい、うん、そうですね、ミヤちゃんも喋ってますから、つながったのか、あ、つながったみたいな、ね、まあ、サビまで行きましょう。そうですね、生放送っていいっすよね、これ。今で繋げられるのね、繋がってんのかな。あ、OK です。もうちょっとかけましょうか。
ではフェイドアウトでお願いします。あ、バックに流しとく感じですかね。お願いします。はい、お聞きいただいたのはアトムでライトナウでした。熱くなりましたかね皆さん。なりましたねなんかこれ聞いてたらね、なんかカレーが食べたくなっちゃった腹減っちゃった。なんかやっぱ夏はカレーですよね。そう、なんか朝しか食べてなかった今日、そういえば昼飯食ってなかった。いいですね、カレー食べたいな食べたい。おや、というところでひょっとしてなんか天の声が聞こえてきたぞ。お、あ、その声はミヤさんですね。ひょっとして車の中ですか。もうちょっとミヤさん大きい声で喋ってあ、大丈夫大丈夫。はいはいはい、はい、こんばんは。こんばんは。はいはい、なりましたね。この1ヶ月いろんなことありますね。うんうん、はいはい。皆さん今どのあたりをご走行中でしょうか。はい、うん。またまたですね。それはなんていうか、あの交通情報的にはあの自然渋滞なのか事故渋滞なのか何渋滞なんですかね。はい、はい、なるほど、なるほどね。うんうん、はい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 、ねえ。うん、まずいですね。まだあとだけど20分ぐらいありますから。はい。どうするんですか、 U ターンしないでこのまま来るんでしょ。はい、カレー食べ行きますか。カレーカレーいや、なんかね、熱くなってきてカレーが食べたくなった。テンションが、テンションが上がったんですよ。そうそう、テンション的にね。うん、暑い夜にはカレーだろうというところで、はい。暑いよ。まあ、あの山梨県でもほら暑いとこと寒いとこがあるじゃないですか。うん。あの甲府の方なんか結構暑いんでしょ。そうですね。上の方は結構暑いですよね。でなんかあの山の川口湖だとかね、山中湖とかあっちは結構涼しいんじゃないですか。なかなかの暖かさですね。はあ、あ、やっぱあれかな、標高が高いと日差し強いのかね。なるほど、紫外線がすごいね。ねえ、そういうことですね。はあ、だこっちもね、どうだろう、33ぐらいですか。いや、もうちょっと34か5まで行ってます。あ、そんな行ってます。行ってます。ああ、あの横須賀の方は31か2ぐらいだったんですよね。うん、そう、横須賀涼しいんですよ結構。ただそのいる時には思わないんですけどね、海風があるから。そうそうそう、こっち来るとあ、やっぱ横須賀涼しいんだなって思っちゃうんです。うん、はいはいはい、うん、はい、急に上がったね。ねえ、都内やっぱ風抜けないんだろうね。うん。暑い時にはカレーだよ。最近のあのライブとかどうなんですか、みやちゃん。
うん、ね、8月の18日ね、うん、まあ引っ越してまだだって2週間ぐらいしか経ってないでしょ。引っ越しはもう落ち着いたんですか。はいはい。じゃあ、 あの片付いた暁には、あ、もう部屋の中でバーベキューでもしましょうか。じゃあね、あ、が違った、カレーパーティーでした。俺はもうそうですよ、手伝わされました。汗だくでね、景色はすごいね、もう部屋の窓から富士山がバーンって見えて。わかりました、行きますよ。本当に私、いや、カレーはね向こうで作ります。もう、ね、現地調達、ね、夏野菜を ね、 あ、いいですね、使ってのカレーいいですね、いいですね。ミヤちゃん、じゃあどうします、後半戦でもちょっと電話でつなぎますんで、じゃあちょっと一回こっちでもらいまして、曲でも流しますね、うん、一回曲挟んじゃいましょうかね。はい、じゃあミヤちゃんまたね、ゆっくり安全運転でね、はいはい、あ、よろしく。それでは次の曲聴いていただきましょう。これもですね、だいぶカレーが何、これもですね、だいぶびっくりしたぞ。ごめんなさい、アップルウォッチが今急に喋り出した。今誰かお母さんがいたのね、え、びっくりした。この曲も、さっきの曲みたいにカレーが食べたくなるかなっていう感じで、行きましょう。アトムでレディーステディーゴー。何喋り出したの、急にシリが入ったのかな。びっくりしたよ。電話は一回切った感じですか。一応まだ繋がってますので、いつでも、はい、うん、大丈夫、わかりました。では絞ってもらってバックでお願いします。はい、聞いていただいたのはアトムでレディーステディーゴーでした。どうですかね、カレー食べたくなりましたかね、どうですかおじ、うん、カレーも食べたいけど、なんか福、あの付け合わせの福神漬けも食べたい。いいですね、そういうなんか福神漬けって最近食べてないけど、あのらっきょうとか、そう、そういうのも最近食べてない気がする。お漬けのが食べたい。なんかそうですね、なんかたまにはいいな、そういうのも。今ね、ちょっとミヤちゃんに怒られそうなの、ツイッターでも配信してますよ、ミヤちゃんね。ツイッターでも画像、竹彦さんの画像見てください。お、ね、いいですね。じゃあ、もう一回ミヤさん繋いでみますか。
では東名高速の渋滞、実況を言ってもらってます。みやさん。はい。いいね、やってみたかったんでしょそれ。どうですか渋滞の方は。うん、あ、みんなトイレですかね。みやちゃんもトイレ行かなくて大丈夫なの。大丈夫、あれだね、トイレかカレーを食べに行ってるか。うん、もう今日はもうカレーの日ということで、うん、そう、何で動いたなと思ったらまた止まったってこと。うん、なるほど、まだ行ってるの。ああ、はいはい、そうですか。じゃあまだまだあれだ、じゃあ相当今日の東名高速ひどいですね。うん、ああそうなんです。うん、はい、ああ、ラジオのお聞きの皆さん、そう、上りの方だよね、海老名パーキング上り、うん、海老名パーキングサービスエリア、どっちかな、うん、上りにまだまだ、トイレ空いてるそうです。うん、で電話で、はい、みやちゃん、あのちゃんとね、前の日から来てなさいこっちに。この前乗りしてね、もう仕事の方とかこうなんかこれ電話でなんかこうできない。そう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 。この状態だったら家にいて電話しても一緒だもんね。ねえ、確かに。もう富士山バックでね。そうね、そうそうそう。5時半にどこまで行けるのかっていう、もうそんな実況になりますね、もう今日はね。うん。うんうん、そうなんですよ、結構ね、僕があの若い頃聴いていた音楽のあの方々とか結構今お住まいになられててね、うんうん、おお、いいんですかそんなこと言っちゃって。楽しみだね、それは。楽しみにしときましょう。ああ、ねえ、でお、まあね、これからあのお盆のね時期に入るんで、うん、ね、車がもっと多分混むと思うんですけどね。そう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 、皆さん、あの暑いんでイライラしちゃうかもしれませんけど、安全運転で行きましょう皆さんね。そうですね。うん。うん、うん、うんうんうん、ちなみにあのもう渋滞はまってどんぐらい経つんですか、時間的には。はあ、うん、はい、うーん、なるほど。いやー、こんなこともあるんですね。ああそうだ、そうですよね、あの学生の方とかもうね、夏休みだし、そうよ、まあ遊び行ってないでさ、みんなライブとか来ればいいのにね。みやちゃん、もっとあのアトモのこと話した方がいいよ。半分がなんか自己渋滞ばっかしだからさ。で、音楽の話しようよ、音楽の話。あ、さっきさ、ちょっとさ、チラッとになっちゃったさ、ライブ告知の方さ、あのちゃんとしましょうよ。うん、うん、日曜日ね。うん、どこで、うん、
はい。ね、そうですよ。ひょっとしてセブンスアベニューですか？そうです。杉江さんの。そうです。杉江さんもね、実はこのスタジオで私の番組出ましたよ。あら。うん。もうずいぶん前ですか？そうですね、結構もう6年ぐらい前ですけどね。ああ、なるほど。俺は昔ラジオ番組を持っていたんだってすごい偉そうに偉そうにそれがなんかすごい特徴的でねえ、まあそう、あの人こう喋り出すと止まらないですからね。そうですね、うん、そう ねすごい面白いですよそうですよね。銀バラですか？また今度呼びましょうか。呼びましょうか ね、うん、来てくれるかな。あ、杉江さんね、うん、普通に出てって、うん、オッケーとか言いますよ、多分あ、俺今忙しいからさとか言われちゃうからそうだよね。そう、ということで、8月18日日曜日、館内セブンスアベニューですね。で、アトム企画で、ギンギンパラダイス、今回なんだっけ、ギンギンパラダイスの後になんかくっついてたな、なんかうんちゃら、ね、うん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 、ほう、うんうん、うん、あら、いいですね。え、だって物販作る時にお金出してないんじゃないのお、来ました、8月18日、横浜セブンスアベニューギンギンパラダイス夏だぜギンギンってことになってますね。なんかすごく王子といいコンビです俺出演メンバーは、うん、出演バンド言いましょう。まずアトムですね。はい、はい、ミワと竹彦と、ギターが宮内はじめくんで、ベースが今回は前澤敦志くんという形になってですね。そうですよ、それと先ほどあった日本刀ね、また楽しいことをいっぱいいっぱいやってくれるんじゃないかと思いますけど、うん、それと、ゼクーさんですね。はい、そうですね、アトム初めてですね、最近あのセブンスまた 出てるみたいなんで、それと、コールドブラックナイト、うん、初めてです。あの、このバンドはライブ自体が初めてみたいですよ。うん、そうなんです。何が何が大丈夫、放送コード的な話ですか？え、うん、あ、大丈夫ですよ。そんなあのもうあの落としだけは言ってますから。うん、そう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 、うん、そう、ドラムはだってあれですよ、あの T さんが叩くみたいですから、ドラムは T さんが叩くみたいですよ。 T さん違うよ、あいつベースじゃん。え、俺そうオタクだ。そうなんですよ、ドラム私が今回あの叩かせてもらういただきますんで、コールドブラックナイト、そうなんですよ。あ、もう何、全然知らなかったのそうなんですよ、うんまああのね、昨日ちょっとリハとか入ったんですけど、まあ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 、うんうん、いけんじゃないですかみたいな感じですよ。うんうん、あ、暗かったからじゃないそう、楽しみにしててくださいよ。んーとね、5時オープンの5時半スタートだったよな、確か。うん、ちょっと書いてない。あ、書いてありますよ。あ、そうですね、5時オープンの5時半スタート、うん、前売りチケットは2000円、当日2500円ですね、うん、
ね、プラスドリンク500円。そしてライブ、はいね、終わった後に打ち上げが多分ありますね。う、うん、セブンサビジュン恒例の打ち上げもありますんで、はい、皆さんふるってご参加いただければと思いますね。はい、はい、流れてますよ。やっと気づきました。でもまだ全然ね、5分ぐらいあるんで、うん、5分もないけど、うん、ライブ告知言えますよ。他になんかあれば、うん、9月20日ね、これも横浜セブンスアベニューで、はい、そうだよ。プ、まあ、プチね、プチツアーね、うん、アトムのベースエディなんかは元那智勝浦から来てますからねあれこそツアーですね。ね、そう、全国制覇しましょうよメンバーの住処がライブの場所じゃなくてね、住処が、あの、日本全国にならないようにちょっと気をつけていきましょううん、ね、本当ですよ。まあ銀パラ自体が久しぶりですしね。うん、そうですよ。うん、そうです。はい、はい、そうですね、よろしくお願いしますよ。本当に来月は9月の6日金曜日同じ時間ですよ。あの5日の日にミヤちゃん来るようにねね、あーもう前乗りで、事務所に泊まってください。布団がありますんで1人分だけありますじゃあそれではですね、時間も残すところあとわずか、うん、で8月の放送はこれで終わりますが、皆さん暑い夏を、あの、無事に乗り切ってくださいね。そんな中で18日ちゃんと来てねってことで、うん、はい、では行きますよ。では皆さん、今日もありがとうちょっと合ってる。それでは皆さん良い週末を。ああ、そうでした。せーの、さよなら。気をつけて。王子、今日はありがとう。みや、気をつけてね。ありがとう。